では出汁ですね。ちょっとお玉1杯ぐらい取ってやって弱火にします。そこに純米酒、こんなもん大さじ1杯弱ぐらいだと思います。ジビさんからもらったみりん、これは小さじ1杯ぐらいかな。そしたらそこに塩ね、塩ちょっとずつちょっと足してみましょう。まず小さじ半分弱ぐらいで、ちょっと混ぜて、そこに醤油ですね、まずこのぐらい、カレースプーンだけど、カレースプーンに2杯ぐらいで、ちょっと味を見ましょう。もうちょっと足していかな、醤油こんなもんか。これでいいっしょ。じゃああとはこれね、このまま冷ましてやります。じゃあナスですね、こいつを切っていきましょう。まあこれは岡部さんにいただいたナスですね、当然ね。でまあ適当な大きさに、まあ細かめでいいと思います。これ4分の1ぐらいに切って、このぐらいですね、こんな感じで切ります。で、あとはみょうが、みょうがもちょっと細かめに切りましょう。こんなもんでいいかな。そしたらこっちもこんな感じ入れちゃいます。続いて生姜なんですけど、こいつは葉生姜、こんな感じでいいんじゃないですかね。うん、これ1本でいいな。じゃあこいつもこんな感じ。あとはしそですね、こんな感じね。でこいつもこの中に入れちゃいます。そしたらさっき作っといた出汁ね、出汁醤油っていうんですか、これをまあ全部入れちゃえ。ほんでかき混ぜてやります。本当は手で揉み込んでもいいですよ。まあ揉み込んだ方がね、袋に入れた方がいいんだろうな、本当は。手で揉むとね、あのしそとかあれがくっついてくるんで、ちょっとこんなので軽く揉んでやります。もうこの時点でうまいんだろうな。あとはもうラップをしてね、このまま冷蔵庫で冷やせばいいです。あ、何があって、本当はね唐辛子もちょっとあった方が俺は好みです。で種は取りましょう。で少し水に濡らすとね、切りやすいん で、あとはこれをちょろちょろちょろっと入れてよく混ぜてやります。もうこの時点でうまそうだな。うん、あ、うま、これつけばもっとうまいね。うん、じゃあね、こいつにラップをして、そうですね、冷蔵庫で1時間もつければいいんじゃないですかね。じゃあね、ある程度時間経ったんで盛り付けていきましょう。で軽くね、水気を切ってこんな感じで盛り付けてやればいいんじゃないでしょうか。こんな感じですかね。じゃあ早速少し食べてみましょう。このみょうがとナスの歯ごたえとだしの味、もうたまらんね。
これからね夏に向かって暑くなりますんで、こういったものがね一品あるといいと思いますよ。本当岡部さんありがとうございました。てな感じで今回はこの辺りで、さようなら。